え、てか全部出ちゃったじゃん。だね。え、どれ行ってないんだっけ。地下基地右上3つ右の L 字部分。原始火山、ミステラで砂漠、古代だね。古代からだな。古代だね、最初から出てるからね。多分あれだよ、骨が歩いてるな。あー、ちょっと言うかなみたいな。なになになに、なになになに。そうか、狭いのか。ここ狭いんだったらトルネード意味ないな。あ、でもエメラルドとクモラメとかが腐った肉取らないとは死ぬから。マジ、うん、あ、なくなってたわ。何あれ、あれ絶対開けていいやつだよ。てか周りがやばくない。ちょっと真ん中で、あ、ここも出てきちゃった。うん、モブって反応したっけ。アイテムは大丈夫か。あ、ここ高いからトルネード食らうのか。そうだね、これ大丈夫。ロロロロロロ、いた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 、上上。弓、違う、弓が出てきてる。弓じゃない、やだ。はこうだ、オッケー。うっしょ、なんかね、なんかね、ちょっと戻ってきて。ほい、来るんだ。とりあえずこれを君にあげよう。で、読むよ。はい。書籍が入ってた。この世界には、創世神でいいの？創世神と呼ばれる神と邪神と呼ばれる神が存在する。本書ではこれらの神について解説する。デネク。天地を司る創世神。ブリト・デネクの世界そのものを創造したとされている。筋肉質の老人の姿をしており、温厚な性格をしている。あ、これ10ページにわたって神が書いてる。ああ、で、それがなんかアンデッドのやつと、あともう一つはあの目玉の装飾品がね、またあった。うん、まあビースピア自身と戦うときに食らうとかだったらいいけどね。ああ、いいかね。あ、ここ低いから無理だ。あ、強っ。ほら、あ、そうか、アンデッドとこ、それ耐久値は大丈夫？うん、自動でもうなんか回復する。宝箱。あ、どうなるか。おお！痛い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 。しょうがないから。これ毎回落とされるんだけど。そういう役柄なんじゃない？多分。めっちゃ悲しいわ。あ、もうボス部屋だ。え、嘘、早くね。いや、でも敵いるな、絶対いた。えらい、大丈夫、大丈夫、下がって下がって。どっちから行く。じゃあいた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 、なになになに、なんかやばいエリアがあるんだ。あ、汚染エリア、もしかして。あ、ちょっと待って。いたいたいた、ここ汚染エリアだ。何何何がダメ。マスク。俺ら多分レベル足りてないんだよね。スッキルか。スッキル、え、何、びっくりした、びっくりした。センキュー。スッキルか。左から回ろう。いや、この奥永遠とだったら辛いよ。ありがとう。あ、いけるいけるいける。あ、いける。行く？これ行けっかな。どうぜ。行きますか。あ、アンデッドだ。これなんかクロス、端上に、端上になんかあるな。え、あれ壊すべきじゃない絶対。でもその前に前にいるやつが、
あれ壊れる？弓いた、なんかやばい、めっちゃ暗い。うわ、え、いるいる、普通にいる。なんかクラウザーみたいなやつか。いや、こいつやばいぞ。痛い痛い痛い、足、足つけられた、危な。一番単純だけど一番強いパターンだ。なんか後ろから来てる。こいつ近づけねえ。何この魔法み、ちゃあ、あれだ、周りのやつが多分なんかやってきてるわ、しでかしてきてるわ。あれやっぱ近づけないぞ。あのね、端っこのやつから攻撃が来てる、近づいたら。ああ、ほんとだ、死ぬな。待って、あの周り近づける無理だよ。追尾攻撃か。えい。いやー、きつ。え、でもあのサイドのやつさ、食らわないよね、弓。うん、どうする、遠距離攻撃でしか戦えない。諦めろってことだ。それやばくない？ちょっと待って、100まで回復するまで待ってくれ。うわ、どこだ。あ、やばい、死ぬ。あ、これ死んだわ多分。炎や臆病者を燃やし尽くせ。破壊の光を出るとか言ってるけど。あ、後ろからなんかクリーパーみたいに来てる。いやー、怖っ。しかもあれさ、あ、こ、近づいたら負けるわ。遠距離で戦うってこと？あ、やべえ。あ、クリーパー来てる。一定以上離れ。やつどこだ？どこだ？あ、いるいるいる。やつどこだ？そこ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 。見えんぞ。あ、来た。え、でもここで。これ勝っちゃうの、それは。外さなかった今。うわ、やべ。あのね、紫の煙見えたら、それはクリーパーだわ。お、吹雪やんだか。行くぞ、だ。お、あ、やべ。お、お、ナイス。お、弱い。やっぱ最初に出てたやつだから弱いんだよ。本気に太陽剣持ってるんだった。あ、剣消えた。音もなく砕け散ったって、なるほど、あいつ専用の、なるほどな、ありがとう、多分助かったよ。これは消えないんだけど、どう思う？どれ？これは消えないんだけど。これ、これ消えない。そいつに近づかれるのが一番嫌だ。